ポートウィリアムは、スコットランドのハイランド地方にある町。人口では、インバネスに次ぎ、同地方で2番目に大きい入植地である。南に、後継国を、北に、アオナックビーグ山、西にグレンフィナン村を要する観光の中心地。ベン・ネビス山にも、近いことから、登山やハイキングも盛んで、イギリスのアウトドアのメッカと呼ばれる。他にもマウンテンバイクコースや、 ウェストハイランド街道内市グレート、グレン街道、インバネスから通ずる自転車道でも知られる。総人口の7.33%に当たる726人がゲール号を話す。もともとキャメロン氏の根拠地であったこのロッホアバー地方には同氏の開拓した入植地が多数存在する。取り出が築かれるまでは近くのインバーロッキー入植地が 最大の入植地で1431年と1645年にはインバーロッキーの戦いが交わされた。リネワンから死害を望む鳥はイングランド内戦時に建設され、18世紀にはジャコバイト一騎の沈圧に活用された。オラニエコー・ウィレムにちなみ命名された、このウィリアム鳥の周囲に発展した死害は、公の妻の名を取ってメアリーバラと呼ばれた。 市外は、その後、ゴードンズバラーやダンカンズバラーを経て、カンバーランド港、ウィリアム・オーガスタスの治世に、フォート・ウィリアムに落ち着いた。解明運動は、以後も続き、インバー・ネービスなどの案が出されたが、いずれも立ち消えに終わっている。第二次世界大戦時には、王立海軍の沿岸警備隊によって、セント・クリストファー演習場が設けられた。フォート・ウィリアム一帯の詳しい歴史は、 ハイ通りのウエストハイランド博物館で学ぶことができる。市街は、グラスゴー郊外のモルガイからハイランドを150キロ、あまり縦断する、ウエストハイランド街道の北端で、当地からインバネスに至るグレート・グレン街道の、起点でもある。郊外のアルミ工場スコットランド最長の入り江である、リネワンの奥、ネビス川とロッキー川の河口に位置する。 日本の河川は海に注ぐ直前、長官帯で一本に交わる。絵のように美しい山々がフォートウィリアムとその郊外を取り巻いている。市街の目抜き通りは1990年代に歩行者天国になった灰通りで、モンジースクエア、ステーションスクエア、ゴードンスクエア、キャメロンスクエアなどのロータリーが一定間隔で存在する。町内の主な住宅地は、 ハイドーリと A82 号線から見えない。郊外のインバーロッキー、クラガン、ロッキーサイド、ケール、バナビー、コーパックなどの住宅街は、いずれも、市街より、平坦な立地にある。市街から27キロメートルほどのところにある、グレンフィナンには、ジャコバイト時代のモニュメントと、ロイヤルバンク・オブ・スコットランドの10本土札にも、描かれている。高架橋がある。 J.K. ローリング原作の映画にも登場するため、ハリー・ポッター・ブリッジとしても知られるようになった。郊外に、アルカン社の大規模アルミニウム工場とロッホ・アバー、水力発電所がある。市街は、グレート・グレンの南端に位置し、リネワンとエイルワンに臨み、南東には、イギリス諸島最高峰のベン・メビスさんが控える。1894年8月7日に鉄道が、延伸され、 市街の南端に駅が置かれた。この結果、バイパスが完成し駅が移転する1970年代まで、市街は、鉄道の線路で海側と山側に2分された。フォートウィリアム駅に到着した、寝台列車、カレドニアンスリーパー西ハイランド線の、フォートウィリアム駅がある。険しい地形のため、グラスゴー方面へは南に、マレーグ方面へは北東に鉄路が伸びている。 郊外のコーパックとインバネスとの間にはカレドニア運河が走る。郊外にはゴンドラのケーブルに並行して国際的に活躍する選手やファンなど毎年数千人を引きつける大規模なマウンテンバイクのダウンヒルコースがある。2001年から UCI マウンテンバイクワールドカップの会場の一つとなっており2007年には世界自転車選手権。 マウンテンバイクも開かれた。ダウンヒルの下では、バイクトライアルの大会も行われる。男子ダウンヒルの歴代優勝者女子ダウンヒルの歴代優勝者フォートウィリアムでは5月の第一週をフルに使って、スコットランドシックスデイズトライアルというバイクトライアル大会が開かれる。世界中から多くの競技者が集う、この大会は2011年に100周年を迎えた。 フォート・ウィリアム・シンティクラブのキルマリー・シンティクラブの2つのシンティクラブがある。スコットランド・ハイランド・フットボール・リーグに所属するフォート・ウィリアム FC の本拠地でホームゲームはクラガン・パークで行われる。灰通り、フォート・ウィリアム市街ないしその郊外がロケ地となった映画作品にはビーイング・ヒューマン、ブレイブ・ハート、ハイランダー・悪魔の戦士、レストレス・ネイティブズ、 ハリー・ポッターシリーズ、ロブロイ、ロマンに生きた男が挙げられる。テレビドラマでは、ロックフェイスが、主にフォート・ウィリアムで撮影されたほか、郊外のニュートン・モアでは、モナーク・オブ・ザ・グレンのロケが行われた。市街に迫る山々と文化を称え、登山と自然谷小観光の重要性を再認識するため、フォート・ウィリアム山岳映画祭が毎年行われている。スタッフはボランティアで、 長年映画を眼目に営まれてきたが2007年のハイランド2007で対象は拡大され、タイトルも映画の文字が抜けて、フォートウィリアム山学祭となった。ありがとうございます。